佐賀シリアーン。皆さんこんにちは。佐賀シシリアンライス王国の国王、佐賀市長の酒井秀隆です。この度地域で受け継がれてきた食文化を文化庁とともに継承する取り組みの未来の100年フード部門において、佐賀市のご当地グルメ佐賀シシリアンライスが100年フードの認定を受けました。シシリアンライスは温かいご飯の上に生野菜と甘辛いタレで炒めたお肉と玉ねぎを乗せ、仕上げにマヨネーズをかけた美味しくて栄養満点の料理です。佐賀市内ではたくさんの飲食店でメニューとして提供されています。ご家庭でも手軽に作れる佐賀シシリアンライスをぜひご賞味ください。